ムース城はカナダのサスカチュワン州の都市。州とレジャイナから西に 77km の距離のトランスカナダハイウェイ城にある。ムース城側に面している。州内ではサスカトゥーン、州とレジャイナ、プリンス・ワルバートに次ぐ第4の都市である。ムース城は付近の農業生産物の集積地として鉄道の重要交差地となっている。 カナダ軍ムース城基地は、ナトー軍の飛行訓練基地であり、カナダ軍局義飛行隊、スノーバー,ーズの本拠地になっている。この町は、クリー族とアッシニボイン族が、飛行地として使用していた。ミズーリ高原が渓谷を守り温暖な風が吹き込む。さらに河川が狭く、水が止まるため、入植地として適当であった。伝統的な毛川交易者やメティの、 パフファローガニが最初に定住した。ムース城川とサンダークリークの交差地が、豊富な水源が、蒸気機関車に適していると1881年に、カナダ太平洋鉄道の建設地に選ばれた。1882年に入植が開始され、1903年に、市政施行された。カナディアンナショナル鉄道も通り、鉄道はこの町の開発にとても重要な役割を果たした。 1883年に、通年の水資源供給のためダムが建設された。ムース城近辺の天候は、鈍天が少なく、1940年には、カナダ空軍と、英連邦航空訓練計画の飛行訓練所として、ムース城基地が開設された。冷戦時代も引き続き訓練基地として活用され、カナダ軍局技飛行隊、スノーバーズの本拠地になった。 ムース城は、カナディアンナショナル鉄道、カナダ太平洋鉄道が通っており、また、トランスカナダハイウェイもあり、交通の要所となっている。サスキャッチーアンスラング、カナダドットコム、オリジナルの2012年11月9日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/2012110912503 個 /http:/canada.com, Saskatoon Star ク e n i x News, Weekend, Extra, Story, HTML, ID イコール1 6 b ット 5D-1CF 9から 47F4A74D-80DC4A0931EB&P=3013 コール年12月21日、閲覧。タグラインディファイズディフィニションリビング、ザ・ムース・ジョー・タイムズ・ヘラルド。ムジャ・タイムズ、SK ・サ・2016年2月10日閲覧。ムース・ジョー、サスキャッチーアンオン。 transcanadahig.way.com h,、I G h w A、2016年2月10日閲覧。アーリーヒストリー。シティオブムース上。2013年8月19日閲覧。ありがとうございます。